よも本気。安さんさんに、この猛者名人に挑む。皆さんね、ぜひね、ぜひね、ルーム作ってね、皆さんで交流いただいたら嬉しいです。ここね、ここにルーム貼ってください。コメント欄に。そしたらですね、もうね、皆さんが思っている以上に猛者の方が集まってくれてるので、ぜひね、ダルカップの練習がてらに、はい。レオンさん、俺も40代なんでお互い楽しみましょう。うわぁ、カズヒロさん嬉しい !40 代の仲間ぜひですね、カズヒロさん、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。MH さん、TikTok の外の流し打ち、これもですね、上げていきたいと思います。MH さん、ちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、ね、編集がね、必要なので、これもね、タイミングで上げさせてもらおうと思います。MH さん。これは、アリエル取れないか、無理か。さあ、粘り打ちと脱三振が出てる。粘らせないぞ、タムニー。タムニー。よしよし、OK、OK、OK。人気ママさんも30代、もうね、その年になったらですね、もう皆さん、もう、おっさんは間違いないので。嘘やろ?そこが抜けるか、ナイスバッティング。おじさんズでね、おじさんズで、おじさんじゃない方もですね、若者、ヤングチームアダルトチームでね、ヤングチームアダルトチームの交流戦も楽しそうだな。おじさんズ作りますか?30代ですよっていう方、30代以上ですよっていう方どれぐらいいます？ 30 代以上。30歳から30歳以上の方ってどれぐらいいてくれるんだろう。んー、あ、打たれるか、そこ。 MH 様14歳、14歳、嘘。中2、熟上手。熟上手。ちょっと待って、女子、みじまりさん、女子も熟上手。これママさんバレー入ってくる。ナイスボール。ヤッサンさんが18歳、今年が18歳。流星さんも17。オッケーオッケーオッケー。なんとか1点で、ヤッサンさんを1点で。熟上手やばいな。おじさんず、30代以上の方ってどれぐらいいますか。おじさんず対ヤングチーム対アダルトチーム作りたいな、これ。交流戦も。集中。レオンさんの世代有名選手誰ですか。レオンがですね、今年42歳なので、42歳っていうと、同級生がですね、誰だったっけな。昭和57年生まれ。昭和57年生まれの、ね、同級生って誰だったっけ。青木宣親が1個上、一個下。誰かいますか ?1982 年生まれのプロ野球選手。うわー、スライダーが落ちて、危ない危ない。 OK、OK、OK。嘘、白井さん、そこ、もう、嘘、マジかよ。ナイスボールすぎるよ、今の。押すな。まずはね、ちょっとね、繋いでいく。よく見た、よく見た。よく見た。あ、亀井中地、内川。亀井中地、内川、同級生なんですね。逆にちょっと嬉しい。くっそ、打てない。内川も同級生。タメ口聞いていいんすね、亀井中地、内川。こう、受ける。タメ口で。これ、すごいな。中地。OK、OK、OK、OK。中地はですね、中地は、より取りたくなったな。次、中地が来たらね、ゴリゴリに走りますよ、レオン。内海もですか、和弘さん。内海くんもか。もう、チーム友達じゃないですか。蝶野と内海。あ、蝶さんも同級生。チーム友達。これはね、ぜひね、1982年世代はね、
揃えたいな。オッケー、オスナナイス。ジャリエル刺さってるぞ、はい、40代って言ったらおかわりくんが、おかわりくんがですね40ジャストかな今。最近の話題で畠山もでんでんさんが、でんでんさんが、畠山さんがね、タワーマンからワンルームへ、ゆうきさんがレオン世代、レオン世代が、ここ落ちるか、ナイスバッティング。レオン世代はね、ちょっとね、オーダーに入れていきたいですね。中地は特に取りたい。さあチームおじさんズ作りたいな。30代以上の方が、まず豪徳寺の兄貴は確定でしょ。豪徳寺の兄貴、そして任侠パパさん、そして和弘さん、 OKOK ナイス。ジャリが刺さってる。さあ追いつくぞ。中高校生対大学生&大人はど、あ、いいっすね。それもいいな。島と畠山も、あ、和弘さん、島さんも、あ、でんでんさん、ナイスアイディア。これいいっすね。中学生、高校生 VS 大学生、その後に大人もね、集中。ナックル安明ね。ここで安明が出てくるか。まだ若いと思ってるよとだけ。ウタさんはナックルね。ナックル。おじさんのスポンサー任せですよ。人気おばさん、大人の経済力来る。これはね、ウタさんがまだ20代。ウタさんは20代か。集中。うわー、ナイスボール。くそー、止まって見えるのよ、球が止まって見えるのよ。えぐい。みじまるさんが塾上手の監督は僕、間違いない。みじまるさんはでも塾上手のね、監督はもうみじまる監督で。